はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート4はカメラの設定です。今回はこのようにトラックで車の周りを移動し、マウスホイールで前後移動ができるカメラを作っていきます。また被写界深度を追加して、このように自動的にピントが合う機能も追加していきます。ではやっていきましょう。まず最初にプロジェクトセッティングスでインプットを追加します。プロジェクトセッティングスを開いてインプット、アクシスマッピングスを一つ追加します。こちらはターンとしてマウス X を選択します。もう一つ追加して、こちらはルックアップとします。そしてマウス Y を選択します。これで2つのインプットが定義されました。次に4つのブループリントを作っていきます。フォルダを1つ作成して BP とします。そして右クリックからブループリントクラスを選択してポーンを選択します。こちらは BP ポーンとします。これはゲームでいうとプレイヤーみたいなもので、今回はこれが自分視点のカメラになります。同じようにブループリントクラスから今度はプレイヤーコントローラーを作成します。 BPPC とします。これは操作に関するブループリントです。次にブループリントクラスからこちらにプレイヤーと入力してプレイヤーカメラマネージャーを作成します。こちらは BPPCM とします。これはカメラの操作に関するブループリントです。最後にもう一度ブループリントクラスからゲームモードベースを選択します。こちらは BPGM とします。これは操作するポーンを何にするかや、どのプレイヤーコントローラーを使用するかなどを設定するブループリントです。まず BPGM から設定します。ダブルクリックで開いて、プレイヤーコントローラークラスを先ほど作った BPPC にします。そしてデフォルトポーンクラスを先ほど作った BP ポーンにします。コンパイルしてセーブして閉じます。次に BPPC を開いて、こちらのプレイヤーカメラマネージャークラスを BPPCM にします。そしてこちらのショーマーソルカーソルとイネブルクリックイベントにチェックを入れてコンパイルしてセーブします。そして BPPCM を開いて、こちらのビューピッチマックスを0にします。コンパイルしてセーブします。次に4つ目の BP ポーンを設定していきます。アドコンポーネントでスプリングアームを追加します。スプリングアームの異なるようにカメラを追加します。スプリングアームのターゲットアームレングスを400ぐらいにします。これは中心からカメラの距離です。なので車の大きさによってこの数値は異なります。次に Do Collision Test をオフ、 Use Phone Control Rotation をオンに、イネブルカメラローテーションラグにもチェックを入れてこちらの数値を5ぐらいにします。次にイベントグラフでマウス操作の処理を組んでいきます。まずターンとルックアップのイベントを作ります。こちらのアクシスイベントのターンとルックアップです。この2つは最初のプロジェクトセッティングスで作ったターンとルックアップです。次にアドコントローラー用インプットを作成します。これはマウスの操作に対して横方向に移動するためのノードです。そしてフロートとフロートのマルチプリケーションを追加してこのようにつなぎます。これはマウスの入力に対して移動量を調整するためのマルチプライで、0.77 にして移動量を少しだけ減らします。これはお好みの数値で大丈夫です。今度はアドコントローラー
ピッチインプットを追加して同じようにつなぎます。これはマウスの入力に対して縦方向に移動するためのノードです。こちらはマイナス 0.7 にして実際の入力と逆方向に動くようにしています。次にマウスホイールで前後を移動させる処理です。最初にマウスホイールアップとマウスホイールダウンを作ります。こちらは UI 本に元からあるイベントです。実際このターンもこちらでマウス X でも良いのですが、勉強がてらこのようなやり方をしました。ノードをすべて組んでしまってから説明します。まずスプリングアームをドラッグ&ドロップで持ってきます。でこちらからセットターゲットアームレングスを追加してつなげます。さらにゲットターゲットアームレングスを追加してフロートのサブトラクションを追加します。こちらは20にしておきます。クランプのフロートを追加します。ミンを300、マックスを590にしておきます。コントロール W でこの2つを複製して同じようにつなげていきます。こちらはフロートのアドを追加します。こちらのミンはマイナス650、マックスは590にします。これでマウスホイールで前後の移動をする処理ができました。どういう処理かと言いますと、こちらでターゲットアームレングス、こちらの数値ですね、こちらの数値を変えることでカメラを前後移動するという処理です。そしてこちらにクランプを入力することで永遠に移動しなくしています。このクランプがないと永遠に前に移動することができてしまったり、永遠と後ろに移動することができてしまうので、クランプで制限しています。ちなみにノードを選択してキーボードの C でこのようにコメントを入力することができます。コンパイルしてセーブします。ワールドセッティングスのゲームモードオーバーライトを BPGM にします。ワールドセッティングスがない場合はセッティングスからワールドセッティングスで開くことができます。次にパーシスタントレベルが選択されていることを確認してポストプロセスボリュームを配置します。車を中心にこんぐらいの大きさに配置します。そしてエクスポージャーのミンブライトネスとマックスブライトネスをそれぞれ1にします。これはショーのポストプロセッシングのアイアダプションをオフにしたのと同じ効果があります。次にプレイヤースタートを配置します。原点の少し上あたりに持ってきます。これでプレイしてみましょう。真っ暗な場合はこちらの env01 マップを右クリックして、こちらの always loaded を設定します。もう一度やってみましょう。動かすことができたでしょうか。マウスで左右移動や上下の移動ができて、マウスホイールで前後の移動ができます。マウスホイールの前後の移動の距離を調整したい場合はこちらのクランプの数値を調整します。最後に自動的にピントが合う機能を追加していきます。
こちらに処理を追加します。最初にノードをすべて組んでから内容を説明します。アドカスタムイベントを追加してトフとしておきます。ライントレースバイチャンネルを追加してカメラのワールドロケーションを取得します。もう一つワードベクターを取得してぐらいを書きます。ライントレースはトレースコンプレックスをオンにしておきます。次にアウトヒットからブレイクヒットリザルトを追加してカメラのワールドロケーションを取得します。そしてこちらのロケーションからワールドロケーションを引きます。ベクターレングスを追加します。そして一つ変数を追加します。こちらからプロモートトゥーバリアブルズでフロートの変数を作成して、フォーカルロケーションとしておきます。ライントレースのアウトから、ブランチを追加して、リターンバリューもつないでおきます。true をこちらのセットにつないで、カメラからセットポストプロセスセッティングスを追加します。メイクポストプロセスセッティングスからフォーカルディスタンスにチェックを入れます。もう一つ if ストップにもチェックを入れます。そして先ほど作成した変数をゲットしてこちらにつなぎます。イベントビギンプレイがない場合は追加してセットタイマーバイファンクションネームを追加します。こちらのファンクションネームはこれと同じにします。タイムは 0.2 ぐらいにしてルーピングをオンにします。これで処理ができました。ではこの処理の流れを簡単に説明します。まずこのライントレースはアクターからビームのようなものライントレースを出してそのぶつかったものの情報を取得することができます。例えばここをフォーデュレーションにしておくことで実際にライントレースが目に見えてぶつかった場所がわかります。そのぶつかった場所とカメラとの距離を取得してこちらのポストプロセスのフォーカルディスタンスに都度入れて更新しています。では実際に見てみましょう。コンパイルをしてプレイしてみます。後ろが若干ボケたのがわかるかと思います。カメラのボケは現実でも余裕法でも同じで、こちらの F ストップ、F 値が小さくなるほどボケやすくなります。またカメラの FOV が小さくなり望遠になるほど、ボケやすくなります。例えば45にしてみます。さっきよりボケたのがわかるかと思います。
今回は以上となります。次回は車の色を変える機能を追加していきます。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことは追加の動画またはブログに記載していきます。ブログの URL は概要欄をご覧ください。動画が参考になりましたら高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。